皆さんお元気ですか？霧隠れ龍之介です。私は年始めに震災用品のメンテナンスをすると、目標に挙げておりました。南海トラフにより震度7の地震が来るということで、今回震災用品を追加しました。それではまず一つがキッチンペーパー、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 キッチンペーパー。これはトイレに行った時にお尻を拭いたり、手を洗った時に、手を拭いたり体を拭いたりする時にとても万能です。これは、紙というあのペーパーというのはとても大切になるので、皆さんこれは必要なので、よく見ておいてください。続きまして非常食、これは登山用品ですね。2024年まで持ちます。非常食、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 非常食。非常食、とことん非常食、チキンライスがあったり、ドライカレー、エビピラフ、わかめご飯、田舎ご飯、いろんなものがあります。毎日同じ味だと飽きますので、こんなものが必要だと思っています。龍之介はこんな食事を約3週間分持っています。目標は1ヶ月分ぐらい準備するのがいいと思っています。続きまして、もう一つ非常食があります。缶詰、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 イワシの味付け、イワシの蒲焼き、サバの味噌煮、サバ味付け、シーチキン、サバとかはあの青物なので缶詰を食べると非常に頭に、効果が頭が良くなると言われております。龍之介の非常食の缶詰は全部賞味期限切れてました。だいたい賞味期限から1年間は非常食なので、食べるようにはしてるんですけども、こんな缶詰は非常に、必要になりますので皆さん保存しておいてください。はい、続きましてサニタクリーンの、サニタクリーンの、携帯トイレ便袋ですね。これはバケツとかに入れ、の中に入れてトイレをするときに、これもバケツにこうね入れてトイレをするととても便利だと思います。女性の場合、まあ男性もそうなんですけども、トイレにが非常に体から出すものというのが非常にやっぱりあの震災にあって混乱すると非常に不便に感じます。これ
2000円で20袋ぐらい入ってますので、これを使うととてもいいと思います。龍之介はこれは 100袋ぐらい持っています。だから100回分ですね。震災にあってからやっぱり、熊本地震もそうなんですけど、3日間は大混乱して、もう自分で生き延びなくてはいけなかったと言われています。南海トラフは西日本全域に、西日本全域の太平洋側に、大きな震災なので、大分県なんか田舎というものはあまり注目されないので、大阪とか高知とか宮崎がやっぱり一番、被害が大きくなるので、そこら辺がやっぱり支援が行くので、大分はなかなか、支援に来る人が少ないと思います。だから震災の準備は、とても重要です。それに食料自給率が 40% なので、日本国内、日本という国の存亡にかかった南海トラフ大地震になるかもしれません。そうなると、ね、食料自給率 40% なので食料が回ってこない場合があります。場合によっては餓死する人が現れるかもしれません。そして、大分県は愛媛県に伊方原発があります。伊方原発、それが壊れて、風が大分向きに来た時に、放射能が流れ込んできた時にはもう誰も県外からは支援に来ることはないでしょう。だから震災の準備は自分の身を守る、自分が生き延びるためにとても大切なものです。自分が生き残って自分が守るべき人を失った場合にどれだけ辛い思い、悲しい思い、そしてまた後悔するかもしれません。その時のために震災用品はとても重要です。ぜひあなたに備えることをお勧めします。熊本大地震で、益城町にボランティアに行って、私は非常にそのように思った経験を持っています。だから皆さんにお伝えします。皆さん揃いましょうね。